さあ、この後にですね、大山守の御子、これがですね、宇治の脇平塚に殺されたとありますが、実は宇治天皇が殺された後に大山守の御子も大佐崎に殺されるんでしょう。これはもう深く追及しません。ただ最後のとこ見てください。ですね、大佐崎にこう船を傾けられて、それで溺れ死んでいくんですがね、一番最後のところだけ見てください。その屍を求めしむるに河原の渡りに浮かべり、あの字を書いて河原ってわざわざ言いませんです。ここ河原でしょ。大山守の御子も河原の地で大佐崎の手にかかって殺されていきます。大佐崎ってひでえやつでしょ。さあ、そして宇治天皇が殺され、大山守の御子が殺され、葬られ、それで天下は晴れて大佐崎のものになります。その時に宇治天皇のもとにあったワニ先生から教えていただいた書店籍が全て浪速高津宮入閣の方に運ばれていきます。その時にあのワニの歌がここで添え歌、批判の歌に変わりますね。新解釈に、大佐崎スメラミコトの政治を風刺し申し上げた歌。だからこの歌には2つの意味があるって、新古今、あ、ごめんなさい、古今和歌集彼女に書いてあるって申しましたでしょ。これがその2番目の解釈。これも我が国で初めてでした。大佐崎天皇の遠津大海、向こうの行橋の方の海です、にある浪速高津宮には咲き誇っていますか梅の花が、いや決して咲きますまい。ここまで書いちゃいました。冬この芽が盛り上がるように、鹿の宇治邸が3年間人民の会期を課せられずに、雨漏りのする粗末な宇治の京の仮尾のような宮殿で過ごされ、その間に人民は富み、やがて水源が盛んに立つようになった、あの聖帝の御代を継承できますか。大佐崎天皇の御代となった今を春とたたえて咲き誇っていますか梅の花は。人民と共に富み栄えることがなければ梅の花は決して咲きますまい。これで見事な批判の歌でしょ。同じ文句であの二通りの解釈可能なんですよ。これがこの歌の妙味なんですね。だから百人一首大会の初めに歌われる歌には、この大きく二つの意味があった。大佐崎への批判もあった、そういうことだったんですね。豊国の歴史って深いでしょ。片や河原の地、片やお隣行橋の、あんまり行橋じゃこの公演できませんね。大佐崎まだやります。今度はやぶさ分け王と目取りの御子、これは通常目取りの御子の乱と言われますね。逆です。大佐崎が一番政権の脅威となる宇治天皇の同母前、つまりお母さんとお父さん一緒の妹、お姉さんの八田の姫御子は一人きりで生きていくということで、なんとか、まあ、領地を与えられたか何かして一人で生きていきますが、妹の目取りの御子は早沢家の御子という、また別の弟のところに嫁いじゃいますね。そうすると宇治天皇の同母舞と別の王子が一緒になると、これは大佐崎のとんでもないライバルになっちゃうわけです。政党は目取りの御子、宇治邸の同母舞の方に行っちゃう恐れがあるわけですね。そういう話がですね、また続くんですよ。で、スメラミコとその夫、はやぶさ家を持ち、中人としてママイモ、目取りの御子を恋たま行き、しかして目取りの御子、はやぶさ家御子に語り手曰く、を太閤の小飽きにより、八田の若いらすのお姉さんですね、を納めたまわず、彼使えたてまずらじと思う、あは何時みことの妻にならんと言うと、つまり大佐崎の御子に、じゃあ私の側室になれと目取りの御子をせ、ね、迫られるわけなんですね。ところがその仲立ちにやってきた早草家の御子に、いや私はあなたと一緒になりますわと言って、大佐崎のところへ行かずに早草家の方に行っちゃうわけなんですね。
そうこうしているうちにこんな歌を目取りの巫女が呼んだっちゅうわけです。ひばりは天にかける高行くやはやぶさわけ佐々木とらさね。すごい歌でしょ。佐々木とらさね、佐々木を取っておしまいになりなさい。佐々木って誰、佐々木って誰、スズメじゃない、誰、大佐々木、うん、大佐々木を落ちなさい。反乱の呪しです。私のお兄ちゃんの敵取ってよという歌になるんですね。作られたり何にせよ、目取りの姫巫女は大佐々木にとってはそれだけ脅威だったってことです。あの人民に慕われた宇治天皇の同母前です。お父さんお母さん全く一緒です。血統が良い。人民がもしそっちの側についたら、反乱を起こした兄宇治天皇を殺した自分の立場が悪い。だから目取りの姫巫女に何とか罪かぶせて消したい。そのためにこの歌誰かに言わせて作らせたかもしれん。それくらいにこの歌は危険。危険でしょう、あんなの歌。本当に目取りの姫巫女を呼んだと思います？佐々木とらさね。しかもはやぶさわけに向かって。あなたは空高く飛ぶはやぶさでしょ。スズメぐらい殺しなさいよ。大佐々木殺しなさいよ。とんでもない歌でしょうが。だからほら、天皇この歌を聞きたまえ、すなわち戦を起こし殺さんと申す。つまり大佐々木が目取りの姫のことはやぶさわけを殺すという口実になっているわけです。ここまで古事記作られてるんですよ、日本書紀。本当に読んだと思います？目取りの姫巫女がね、いくら兄殺されたとしても、今度は自分が危ないでしょ。分かってるでしょ、そんなこと。できればひっそりと兄の菩提弔いながら行きたいでしょ。これも多分ね、大佐々木の謀略ですよ。大佐々木の謀略。軍隊に追われちゃ逃げるしかないっす。どっちにしろ命取られちゃいます。しかしてはやぶさ明けの巫女、目取りの巫女ともに逃げそきて倉橋山に登る。ここにはやぶさ明けを歌いの玉枠ですね、橋立の倉橋山を探しにと岩かきかねて我が手取らすも、また歌い曰く橋立の倉橋山は探しけど妹登れは探しくもあらず。この二人の悲しき逃避行の歌ですね。問題は橋立て、はしごを立てたように急な倉橋山を険しいと岩をかきかねて私の手を取ってくださることよと。でそれから橋立ての倉橋山は険しいけれど愛する妹登ればさ、ね、険しくもないと、まあ、こういう二人の仲の良さがうかがえるんですが、とにかく命を懸けた逃避行です。その逃避行の障害になったのが橋立ての倉橋山です。彼そこより逃げうせ歌の祖に似たりし時に身草を置いたりで殺す。あえなくまた二人とも殺されちゃいます。もう皆さん大佐々木嫌いになったでしょう。私も嫌いになったけど、もう嫌がらせでしょ、同じ天皇でもね。はい、さあ倉橋山どこでしょう。私と同じ倉手出身の人だったら分かるでしょ。ヒント、倉地の君、倉手の焦げ、倉橋でしょ、あの飯盛山ですよ。はい、二人はだから河原の土地から、多分河原ですね、宇治邸の跡ですから、から伊勢神宮磯光の天正宮に向かって逃げ出します。で、に倉橋山、倉手町の飯盛山、倉地の君の祀られている山ですね。ほら、倉地の君ってこう書くんですよ、ね、読めば倉橋山でしょ、急な山でしょ、今でもね。はい、ここを二人逃げます。そして伊勢の小野城ので殺されました。その時に地名辞典引くとですね、飯塚市に小野田っていうとこあります。うん、だから二人はですね、こっちの、入閣の、大佐崎の軍に追われてですね、この辺りに住んでいたのがですね、多分福知山越えて海渡って、伊勢神宮へ来て、それからこう南へ逃れて、この辺りの小田のところで追われて、次に追いつかれて殺された。逃亡ルートこっちでなきゃ成り立たないんですね。向こうの大和に持って行ったらどこにも回答する場所ありません。
だって奈良盆地にこんな高い山ないっすね。無理です。だから逃げた場所ここですね。こっちだときれいに確認されますね。これ一つの証拠です。この写真そうでしょ、飯盛山でしょ、倉地の君が頂上に祀られてますね。さあ、大方終わってまいりました。はい、これで謝辞です。はい、ご清聴ありがとうございましたということで、この度神祖仁徳天皇謎解きのために私が考えた順番通りに書いて強みにくなってございます。でも学者の先生たちにも分かってもらうために原点を一切省略なしで載っけてあります。だこれもちょっと難しいかもしれません。だけど口語訳のところだけお読みになってもストーリー分かりますから、今日のお話を元にしてぜひゆっくりと読んでいただければありがたいなと思います。はい、お礼です。もう柳井さんにはもう本当に数々のお世話になりました。河原町の人々、地方の方々、皆さんの、長年のご厚意とご協力、それでこの本がやっと出来上がりました。ありがとうございました。